うちの YouTube というか、俺のチャンネルって、他の YouTube の人たちと違うのよ。自分で言うのもなんだけど、他の YouTuber のそのチャンネルって、結局、その視聴者に教えますみたいなスタンスやねんか。なんか物事、商品とか、その釣りのロジックとか、そういうのを、教えます。で、実際に釣りをね、やって魚釣っとる姿を見せて、僕かっこいいでしょみたいな感じのタレントの行為みたいな。うん。っていうことになるわけですよ。ね。けど、うちのチャンネルは、まあ、俺がそもそも初心者やから、教えれることもないし、うん。だこれ、うちのチャンネルって、他と違って、基本的に、まあ、俺の動画を作るスタンスの問題なんだけど、基本的に俺はクエスチョンなんですよ。これについてみんなどう思いますかっていう。うん。これに対して俺はこう思うんだけど、実際どう思いますかっていうのが、メインなわけよ。それに対してコメント欄で、ああでもない、こうでもない。今みたいにこうやって生放送で、ああでもない、こうでもないっていう、ただ単に釣りの雑談なわけですよ。うん。だから別に実況の動画とか出してないし、うん。あんま出してないし、実況の動画とか。うん。撮影のために海に行こうっていうわけもないし、釣りがしたい時に釣りしとるだけやし、うん。一応カメラは回しとるけどね。うん。カメラ回しとっても喋りがメインだからさ。だから今日もね、朝から晩まで釣りしとったけどさ、もう喋り続けとったからね、ずっと。だから他の YouTube の、他の釣り YouTuber のテンションでうちに来られると、多分違うのよ。うん。だからお前何言っとんねんって話になるわけよ。だから結構、うちのコメントで多いのが、お前それを視聴者に押し付けんなって言うんですよ。うん。お前そんなの視聴者に押し付けんじゃねえみたいな。いや、違うって。俺はこう思うって言ってるだけやんって。山鹿のロットが気に食わんって言っとるわけ、だけやん。俺はおすすめできないって言っとるだけじゃないですか。ね。なんだろう。山鹿のロッドを使ったら地獄に落ちるぜみたいなことを言っとるわけじゃないじゃないですか。ね。そんなもんだって好きなもん使えばいいだけの話だからさ。俺は好きじゃねえよっていう話をただただしとるだけなんですよ。うん。けどやっぱり他の釣り YouTuber は、自分が視聴者の皆さんに発信しとるっていう上から目線だから、基本的に。うん。だから見る側の視聴者も、YouTuber に教えを請うっていうスタンスで来るからこそ、俺が言っとることが、ね、押し付けとるように見えるんですよ。聞こえるんですよ。うん、まあそもそもそういう子たちはね、うちのチャンネルはそもそも合わんから、うん、勝手に離れていくんだけど、やっぱ皆さんのようなね、すごい人たちは、こうやってね、話理解してくれる人たちは、こうやって残ってくれてるわけだから、うん。そういうことなんだよ。いや、これは YouTube 始めた頃から変わってないな。別に俺タレントになりたいわけじゃないから。あんま他のロッド使わんから不満もない山が使いが通るぞ。いや、それでいいんすよ。うん。ただやっぱプログレッシブアクションとかあっち系に慣れとると、山がの、バットを曲げる前提みたいな話になってくると、ちょっと使いにくいなぁとは思う。うん。まあその話はちょっと置いといて。